さあ今日で何回目？11回目そうか、10回目でようやく勝ったんですね。ハーデスで2万枚だっけ出たの、何枚だっけ、千何百枚だったっけプラス3桁だった気がするな。一応でも勝ったは勝ったんで、なんとか屈辱の10連敗は避けられたということであります。流れがほら変わってたじゃないですか。なので今日は5000枚とりあえず出して、いけそうならもうそのまま万枚出したいと思います。さあ今日はこちらニューグランドの新所沢店さんで出演をさせていただきます。出してどうなるのか、まあ多分楽しいことになると思います。ご期待ください。何打とうかなっていうほど選択肢がね、出ます。前回来た時はハーデスが3台になってるなるほど、もう近いから徐々に減らすわけだ。闘魂継承になってるな、まあ、凱旋もありですよね。前にほら自分らの中でルールを設けたじゃないですか、同タイプの機種の中でしか移動しちゃいけないっていう。だから AT 機に手を出すと AT 機しか打てなくなるんだね。 ART 機とかもね打って見ようかなと思ったんですけど、番長3とかね、エウレカ 7AO とかね、番長3にしましょうか。じゃあマジでこの3機種しかなくなるんだよねART 機があんまりなくて、番長3から行くか。じゃあからっていうか今日は ART 機縛りだね。こうなると頑張ります。さあ、今回は番長3をまず取りましたということで、これをもし1ゲームでも回してしまった場合はもう ART 機の中からもし移動するとしてもね選ばなきゃいけないということになりますので、何としてもこいつでとどまれるように頑張りたいと思うんですけども、今後ねちょっとやっぱりもうハーデスの撤去が迫ってきているので、ハーデスばっかりになると思うんですよ。僕もねなるべく多くそういうチャレンジをしたいので、ということで、まあ、前回ハーデス打ちましたし、今後ねハーデスが多くなることが分かってるんで、一旦まあ 連敗も止まったということでここで、行ってみようかなと。つまり僕はどんなタイプでも出せるんだっていうことをお見せしたいんです皆さんに。結局ハーデス凱旋しかダメじゃないかって、そんなことはない、何でも出せちゃうってことをお見せしたい。番長がもしダメだった場合、まあ、ダメなこと考えて打つやついるかよって、まあ、猪木っぽく言うとねそんな感じになりますけども、まあ、それはさておきまして、一応事前策というものをね考えておかないといけないというのもあるんで、もし番長3がダメだった場合は隣のエウレカ 7AO、魔法少女バドカマギカ2、あと向こうの方に北斗の5号機の最後のやつかな、まあ、その辺りですね。で ART 機は基本1ゲーム2枚ぐらいと、ボーナスついてるものもついてないものも、鳴らすと1ゲーム2枚ぐらいの純増が期待できるということになるんで、ART に入ると、まあ、時間700ゲームから800ゲームの間ぐらい回すとすると1500枚ぐらいですね、1時間で出るのが。お、5回できたよ。となるとやっぱ7、7時間から8時間ぐらいはインターバルなしで出続けても7、8時間は必要になるぞということですね。こちらのお店が10時開店の 10時半くらいの閉店なんで、3時半から4時ぐらいかな。これが男の、お、あ、え、あ、え、中段チェリーだよね。何狙えばいいの、分かんないな。弁当でも狙っときます。チャンスってあった、中段に止まってるじゃないのって話だよね。
ちょっと今カメラマンのハゲちゃんに調べてもらいます。これもチャンスチェリーだそうです。チャンスチェリーって基本、ね、角止まって2連7が止まるやつだと思ったんですけど、なるほど、押し位置によってはこうなるんだ。一応これ設定差がある役なので早めに引けたというのはいいことですね。で今チャンスチェリーで、まあ、とりあえず当たると、あとは5回の時にもちょっと派手な溜まり方したので、そっちももしかすると対決が当たってるかもしれない。まあそうなるよね。ほらね、やれるでしょ。俺の歴史にまた1ページてか、まああんだけ負けまくってきたんだからさ、やれてもいいよねって話だよ。そうだよね、なんか中段チェリーとか、まあ、そのサラリーマン番長とかでいうとこの最強チェリーなんていうのは聞いたことがなかったんで、何なんだろうと思ってちょっとびっくりしました。これはまた別だよ。さあ対決、割れない。さっきのチェリーか。まだひっくり返るわけない。お、なんか引いたぞ、なんか引いたぞ。あ、お弁当だ。あ、違う、勝った。いや今日マジで番長スレ選んでよかった。はあ、豚引き2回も引いちゃったんだわ。ここで勝ち確定した後に引いたものはどうなるんだろうね。いました、いました。チャンスチェリーを出したこともどれくらいだろうな。おそらく過去に今日を除いて 2,3 回しかないはずです。で全部あの形じゃないので、2連7がね、角に止まって2連7が出る形だから、だからね、さすがにちょっとびっくりしましたね。何が起こったのか。お、これは勝っても負けても、あ、勝てる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 、よし勝った。青か。勝って、お、下早いね。お上手。またチャンスね。弁当、お弁当です、お弁当です。また引いた。あ、リーチ目か。あ、リーチ目だ。おいしい。さあボーナスだ、ボーナス。まあ、あと1回はね、すぐ来ますしね、タイプですね。この前にボーナス引いちゃおう。さあ弱いキャラか強くても、お、まだら。よし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 、悪くない悪くない。あー、これは、あー、米洗ってる米洗ってる、無洗米だ。しかも、あ、いつも洗うか米は。豚と勘違いした。全部青だね。
さあ、さっき文字赤かったね。シサなのかな。あ、チャンス目じゃない。よっしゃー、うまい。 MB チャンス目。赤、いつもこの色だっけ。ここでストックしたら、弁当、弁当食ってろ。あー食ってない。さあ、わ、また引いた。よっしゃー、上手。絶対このこれなんだね、赤とかじゃなくて。いやいやいや、そんなうまいこといきますかね。ここはまだ続くのかな。いや、続かなそうだな。おお、そんなことなかった。まだあったんだ。お、デフォルト、デフォルメキャラじゃないっすよ。いやでも全然違うな。1回の勝利というのはこれだけ人を変えるんですね。あー、すごくよく分かった。勝ち星っていうのはいかに大事かが、まさに覚醒ですよ。何も覚醒。あー、やっぱりか。次続けばなーとあったんだけどね。あー、普通に終わる。目標を5000枚から始めていれば、お、ここで来たか。最初ボーナスタイプでもよかったっていう可能性もありますよね。あー、チャンス目まで。最初の目標が1万枚からだから、もうやっぱりボーナスタイプは絶対に選べないんですけど、例えばディスクアップとかそういうのを選んでもよかったかなとは思いますね。一昔前だと、一昔どころじゃないか、かなり前だと6で 119% くらいまで機械割が、高められたボーナスタイプもありましたからね。お、来てる。サミー系の機種、うるせえやつら2かなとかだけど、さあ、あ、こっちかな。でまだお楽しみ、チャンス目のお楽しみは取ってありますね。こぼした、なことはない。お、まだいい。チェリーなんねえかな。あ、ベルか。いったー。やりましたよ。 ART 抜け後一発目の対決でがっちり掴み取りました。
なんか今一つあれですね、よくないですね。いやでも最初の当たりであれだけ取れたから贅沢か。単発もあるよなって言ってたら、でも出ないんだよな、この企画の目指すところまでいかないんだよな。お、続いたぞ、めでたく。ノックできないで3連とかもうちょっと神のレベルなんで、これは終わると思います。まあ妥当ですな、2連よく2連してくれたって感じ。通常時のねモード以降がさっぱりわからないですけど、結構いいペースで当たっちゃってくれてて、当たってくれてて、まあ、唯一プラスっていうことで言えばやっぱチャンスチェリーをすぐ引いたかなとところかなと思います。まあ、あとはこれからどんな感じでモードが移行していくのかとかね、通常時にボーナスが出てくるかとか、またチャンスチェリーが出ちゃったりするのかしないのか、このあたりで見ていくわけですが、結果は1台しかないので、番長3横の比較がねできないわけで、この島に高設定がバラエティーコーナーなんですけど、バラエティーコーナーに高設定があるかどうかっていう予告の比較はできるかな。この動画が流れている頃にはもう間もなくハーデスが撤去されるぞっていうような頃合いだと思うんですね。なんで、まあ、そうなるとそれまでに、その撤去までに1万枚をクリアしてたとしたらですね、もし1万5000枚以上になってくるわけですよ、目標が。そうなると、いよいよ打つ機種がすごい2、3機種に絞られるんじゃないですかね。凱旋プレミアムビンゴ、あと設置限定に何が残るんだろうか。置き時で1万5000枚は多分無理なんですよね。あれやっぱ連チャン感で開いちゃうんで、多少とはいえ多分厳しい。まあ出ないことはないと思うんだけど、なんか80連したとかねいう話も聞くんで、超まで上げて80連して50回がビッグだったら、それでも満枚か、出玉で30回がレギュラーで100枚ぐらいしたら1万3000枚足んないよね。それ途中で減る分は考えてないわけだから、連チャン感で。それだけやっても一撃満枚かな。1万5000枚ってなると、80連の全部がビッグでようやくって感じじゃない。ありえないからね、そんなことは。絶対にレギュラー絡んでくるし、やっぱちょっとオキドキで1万5000枚無理だな。ハーデスが撤去された後に残ってる AT 機って何？南国物語とか。もうあれだね、1万5000枚になると聖夜ぐらい超ミラクル起こさなきゃダメだね。
日本のどこかで誰かがたまにやってるアテナフリーズですか、あれでなんか2000とか乗せちゃうようなやつとかを結構早い段階でやらないと、午後1くらいまでの段階でやって7000ゲーム10時間出っ放しとかにしないと、午後1じゃ遅いのかと、午前中にやらかさなきゃダメだね。まあ、そもそも万枚とかそれ以上の出玉って狙って出すもんじゃないですもんね、出ちゃうもんですよね基本的に。今日は絶対万枚出すぞって言って行くもんじゃないよね。だから無謀っていうか、なんていうか頭の悪い企画なのかもしれませんねこれそれだけ狙いに行くっていう。出したいんだからしょうがないよね。一発目のモード以降でここを抜けるとちょっとね、やっぱり切ないよね。いや、そんなね、6なんかそうないだろうし、これ1台しかないですからね、こちらのお店。それがピンポイントで6になるかっていう、あれ今 MB だっけ、 MB か話だからね。まあまあまあ、抜けて叱るべきなのかもしれないけど、やっぱ可能性としてさ、心の中でこうちょっとその火は消したくないじゃないですか。6の炎は燃やしときたいじゃないですかね。だからここ抜けたくないんですけど、初回ではいろいろ引いたよね、話してる間に。チェリーやら MB チェリーやら全部使ったら切ないよな、それはそれで。全部使う、全部使うですか結構まとめて引いたよね、話してる間にね。朝一のあのチャンスチェリーも小ませですかね、巻き絵やめさせないための、お前いい台打ってるかもしんねえんだぞってやめちゃダメなの分かるよなって。あんな早い段階でチャンスチェリー引いたことないんでね、今までの番長3実戦で。やっぱ期待しちゃうよな、上の方打ってんじゃねえかって。まあ現実はこのありさまですね、最初から32を抜けるという。あのチャンスチェリーがたまたま出たってんじゃなくて、本当に設定が良くて出たことも期待しながら。6はね、一発目でもう30に抜けちゃったんで、もちろんないとは言わないですけど、まあ、次に期待するなら、じゃあ次はあれかな、6ではなく5かなと。1でたまたま引いただけだよっていう話もね、分かるは分かるんですけど、こんなこと言ったらね、パチスロ打てないですからね、なんか希望を、よりどころを自分なりに見つけて打たないと。だからもし5だとしたら、もうボーナス入れなきゃって話だよね、話はそこからですよ。お、これはいるんじゃないか、いますね、チェリーだ、さっきの MB チェリー、ようやくヒットした。ここか、あ、特訓スタート。あちこ先生、ダメか、チャンス目を引こう。よし、そうだ、めんこ一番いいんださっきと勘違いしてた。
で1ゲーム目にベル以上ですよ。ああ大丈夫だと思うな、信じよう。よし、チャンスチェリーじゃないや、 MB チェリーから対決行って当たりでございます。おお、カウンターでしたね。16回17回。お、引いた。終わらない、まだ終わるな、まだ終わるな。負けたのは悔しいけど、思わぬ副産物でもないけど来ましたね。これはチャンス目かな、さっきの。おお、覚えた、一番いいよ。引けなきゃ厳しいよな。よしよしよし、引いたじゃん。さあ、早く発展しろ、ここか。てめえな。なんか引いた？引いてないけど、勝てない。勝っていい勝負は3回あったね。3回はあったと思う。もう1回合流角。違うよな。ダメか。反発がないだけいいかなという感じですね。前向きに捉えれば。そろそろ引き戻しの特訓に行ってほしいですね、1回ぐらいは。おや、さっきの MB チェリーかな。あ、引き戻しの特訓ですな。さあ、対決中に午前中の引きを全部集約させよう。あ、危な。あ、午前中終わってた。今もう12時5分でした。弱いな。おおおおおーいしょー。これもともと勝つ予定だったやつなのかな、もしかしたら。そしてここで出る以上であればね、また期待できちゃいますよ。よーし、勝った、戻した。
やりました、戻しましたよ、きっちり。おや、なんだ、どこでだ、何で引いた、何で対決するんだ。21人あたりが引いたのか、おっしゃ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 、2000枚チャンスパターン続くね。うわー、これは勝てるだろう。あー、最高の流れじゃないですか。あー、来ました来ました来ました、ドーン。でも青か。なんかね、この ART は跳ねる気がする、なんとなく。ほらね、なんかね、やれる気がしたんですよ、したんですよとかしてるんですよ、ね、毎回言ってるわけじゃないですよ、初当たり引くたびに。で、いいとこだけ使ってるって言ってるわけじゃないからね、本当に。やっぱ予感めいたものがあったんですよ。